こんにちは。あ、ケイゴだ。やっほー。金取ってきた？金取ってきた？せいせい似てる。あの、めっちゃこのせいせいさんに似てるエピソードね。え、すごい言っていただけるの本当にありがたい。私せいせいさんめっちゃ好きだから、あのモデルのね。あ、さこっちありがとう、ハートミー、お疲れ。え、そう言っていただけるんだけど、なんかこの間夜に渋谷のねご飯屋さんに入ってて、でなんかそこのご飯屋さんがなんか普通にフロアに座ってたんだけど、ん？簡単にたまりません。え、そう、フロアに座ってたんだけど、その、お店がガラス張りだったから、私がその外側から見える感じ、友達が目の前に、鏡に背中越しにいて、私がこう、外が見える状況っていうの。で、言ったらなんかすごい、やんちゃな、結構ヤリラフィー系の人が、なんか一回通って、もう一回戻ってきたの。で、なんかこうやって手とか振ってきたから、なんか新手のナンパなんだろうなと思って無視してたんだけど、なんかすごいずっといるのよ。そう、ご飯屋さんにね、の外に、それもで外にいるから、あ、まだいたんだと思って、でしばらくご飯食べ終わってお会計して外出たら、うわ、せいせいだよとか言われて、そう、全然、多分外出たら、うわ、せいせいだよとか言われて、そう、全然、多分酔っ払ってたんだろうね。酔っ払いにはワンチャン3割ぐらいの確率でせいせいに見てもらえるらしい。嬉しい。光栄な、そんな光栄なことないよな。うん、なんでだろう、なんかちょっとギャルっぽい感じのメイクにしてるからかな。嬉しいね。でさ、置いててもいいんだけど見えないんだよな。カタカタさん、ハートミーありがとう。めっちゃ久しぶりじゃない？こう言われれば似てる。何が似てるんだ。あ、エイジいらっしゃい。ハートミーありがとう。ありがとうございます。片岡さんめっちゃ久しぶりだよね。あー、ファンダムありがとう。ファンダムありがとう。ありがとうございます。今は中国にいるの？あー、ありがとう。ライブゴールも集めてるの、嬉しい。ハグしてくれてありがとう。くまちゃんハグ。久しぶりだと思ったら早速ライブゴールまでしてくれてありがとう。潜って、じゃあ落ちないで、落ちないで潜っといて。
明日帰ってくるんだ。おかえりなさいじゃん。え、やば、カタカタさんやばくない？そんな嬉しい、ありがとう、優しいんですけど。優しいマンなんですけど、ライブゴールめっちゃ集めてます。山山さんハートミーありがとう。たまにしか来れないのよって、紳士と呼ばせていただきましょう。紳士、紳士。あ、佐藤ちゃんだ。おかえり、この間の配信ぶりだね。18時から会食？ 18 時？もう18時じゃん。19時。かわいいって、ありがとう。黙って俺についてこいっていう人がいる。ついて行かせて、引っ張ってってよ。中国、あ、そっか、時差あるのか、忘れてた中国にいるってことを一瞬で忘れてた今。どこにしようとか、なんかその癖強めやったキリン、マジありがとう。カタカタさんすごい、カタカタフィーバー、感謝申し上げる、マジありがとう。マジこのキリンさ、なんかリアルすぎてじわるよね。こんばんは、たーちゃむ。しんじくんいらっしゃい。ダメなさんお願いしましたって、お願いされました。初見さんもよかったらぜひタップだけでもお願いします。タップとりあえず 10K 目指してます。10K 目指してます。ガタガタさんサブスクも登録してくれたの？すごいんですけど勢いが。マジありがとう。サブスク、サブスク、うちあんまサブスク宣伝してなかったからあることすら知らないでしょみんなきっと。
プー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 プそうだ、お腹空いて私昨日夜にお腹空いてね、なんかウーバーで牛丼のあのカレーのやつを頼んだの。それもめっちゃメガ盛りのやつ、それ食べようと思ったんだ配信しながら。そうしよう、ちょっとチンしよう、ちょっとみんな顔だけ映すね。チンして食べよう。マジでねメガ盛りなの、絶対これ全部食べらんない。あ、やだ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 、最悪。めっちゃ牛丼の汁食べた。これってこのままチンしていいか、どんぐらいなんだろう。おーと、今からご飯を食べます。それも昨日ウーバーしたやつを食べるんですけど、でもなんか台が欲しいよね。ちょっと待ってください、今めっちゃ顔面がね映りまくってると思うんだけど、配信すんのにめっちゃくちゃ配信の準備を整えてないっていうバカがここにいます。携帯を置く場所を整え、そしてご飯を食べる。これでいけそう。すごい家の中歩き回ってますけど、ちょっと待ってね、今ねご飯をチンするしてるんだけど、これってどんぐらいチンすればいいんだろうね。牛丼とかめっちゃ久しぶりに食べるんですけど、みんな牛丼よく食べる？ひーちゃん好きですだって。好きの気持ちが伝わらないな。ここで食べてもいいけどな。あ、ここで食べようかな。あ、ここにしようかな。あ、ここめっちゃいいじゃん、ここにしよう。ポン吉さん、ポチ、ポン吉さんじゃないけどポン吉さんでいい。ポン吉さんバラありがとう。ちょっとここで食べよう、決まりました。私の食事場所、ちょっとごめんなさい、何度も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 移動しますけど、食事場所が決まりましたのでこっちで食べます。なんかすごいチン刺さってんだけど大丈夫かなこれ。なんかめちゃめちゃチーズさっぱり、なんか全然勝手刺さないんだけど、おいおいおい、下からのアングルになんだこれ。あ、クリリンさんやっほー。TikTok ライブ始めて初のご飯を食べながらだけど、全然あれです、 Uber の牛丼です。
あ、やばい、チンしすぎた。これ絶対食べらんないんだけど。これなんかさ、絶対無理なレベル。だって2倍って書いてんだけど。あ、わー、美味しそう。久しぶり、元気してた？山口さん、山口さん、アトミありがとう、ありがとうございます。今からご飯を食べます。一気食い無理。一気食いできたらどうする？じゃあこれ全部食べれたらどうすんの？うちが見て、でかー、デカガレーなんですけど、紙むすみたいな。ちょっと待って、紙むすみます。やば、誰もいなくなるかと思った。ごめんなさい、すいません。夜ご飯タイム。配信でご飯食べたことないからさ、どんな感じなんだろう。山口さん、あ、山口さん、めっちゃシンプルな山口だったから誰かと思ったじゃん。いただきます。牛丼だけ食べよう。うん、うまっ。めっちゃ久しぶりに牛丼食べたけど、絶対この量食べらんないな。大盛りだぜ。だってこれ大カレーって書いてたんやけど、最近めっちゃ無性にカレーが食べたくなるの。夏だから。あー、うんうんうん、見てこれ。最近ってか、何でもお酢と、何でもお酢とタバスコをかけたくなるのね。でも家にタバスコ切れちゃって、お家のタバスコが。ほんでこれに出会った。多分なんかの、多分カレーのウーバーかなんか頼んだ時にこれがね、あってね。これはでもほぼタバスコみたいな役割なの。これを入れると辛くなるんだって。カレー用スパイスなんだけど、全然タバスコ感覚で使っちゃってるけど、なんと今日こちらにカレーがあるということで、カレーに入れます。本来のカレーの辛さ知らんけど、食べてないから。いただきます。あそこ大好きなんだよね。うん、こんな辛くないな。配信でご飯食べんの、 TikTok ライブでご飯食べんの初めてなんだけど、需要あんのかな。
需要とかの問題じゃないか、まず。え、おいしい、おいしそう。あとか、ガタガタさんいなくなっちゃうの？嘘でしょ？ちょっと知り合いにシェアしよう。これから飲み行くの？いいね。いってらっしゃい。楽しいんだね。マイキーいらっしゃい。最近飲んでないな、うち。飲みに行ってない。はじめまして、たいしさん。コメントありがとう。まどかめっちゃ久しぶりだね。忙しかった、最近。たけおくん、フォローありがとう。名前ないハート？何食べてんだって。可愛げのない大盛り牛丼とカレー食べてます。果たしてこれを全部食べれるのかっていうチャレンジしてる今。割り込むよ。今日、昨日一日何にも食べてなくて、さすがにやばいじゃないですか。てかね、めっちゃ偏ってるの。食べないとき本当に丸一日何も食べない日もあるんだけど、食べるときは全然食べるんだけど、さすがにこの量いけるかって言われたら話変わってくる。美味しそうでしょ？でしょでしょ？ビール飲みたい。うちビールないんだよな。クッチさんもご飯食べたの？まだ？何食べんの？うん、ジャンマエだ。タオくんもいらっしゃい。あんまお腹空いてないけ。じゃあうちの配信見てお腹空かして、一緒に牛丼にしようぜ。うん、ダウ君ハートミーありがとう。台風、東京まだ来てないよね、台風。週末だっけ、がっつりくんの予報。晩ご飯牛丼？マジ？一緒じゃん。牛丼乾杯。
グーロン、グーロン。めっちゃ久しぶりに食べたでも牛丼。こんな美味しかったんだね。何食べたか分かる？最近うちカレーの食べたい欲がすごすぎて、めっちゃカレー食べたくなる。食券レースだって、ウパロゴさん、こんばんは。はじめまして。はじめまして、はじめまして。コメント嬉しい。今は牛丼と、何だっけ、大カレーの、いやこれカレーがメインなんや、うち牛丼がメインかと思ってた。大カレー、肉2倍、牛合いがけ、えぐ。増量ってことで、まあ夏だしね。これ牛丼がメインだと思ってた。だって牛丼の方割合多いんやけど。多分牛丼、これ昨日の夜頼んだんだけど、多分牛丼も食べたかったし、カレーも食べたかったんだろうね。日本の綺麗です。本当ありがとう。なんか顔かわいい、なんかかわいいって言ってよ。それはあ、モーさんありがとう。アトミーありがとうございます。なるほどね、これカレーがメインだったんだ。かわいいからフォローしてくれた。ありがとう。ゴッドさん、ハートミーありがとう。初だよね。初ハートミーありがとう。もうちょっとで700だ。ウパさんもありがとうございます。初。目指せ、700。あー、ターくんありがとう。ゴッドさんよろしくお願いします。そしどうも。わいったねえ、ここにさニキビできたの分かる？見てみる？これニキビができニキビできたのとか言ってさ、牛丼とカレー食べてるやつ結構美意識に欠けてると思うけど、まあご愛嬌ってことで。農業から大工じゃん。農業から大工、結構振り幅すごくない？この人の推しになる。逆じゃない？この人推しにするわじゃなくて、この人の推しってことはうちの推しってこと？ウパさんがうちの推しってこと？それともうちのことを推してくれるってこと？めっちゃ推してくれるの嬉しいんだけど、全然初見さんじゃなくて新しい出会い求めてるよ。そういうこと？うちを押してくれるってことよな。違うの、それは。
うまい。腹減った。一緒に食べる？まあまあ、うちの配信見ながらご飯でも食べなよ。押しましたって。やった。パンゲット。ダック、こんばんは。名前はひじちゃんって言ってください。呼んでください。名前がひじりなのでひじちゃんって呼んでください。カルボナーラ食ったばかりかな。カルボナーラも食べたい。カルボナーラ、いつもうちトマト系頼ん、ペペロンチーノかペスカトーレか、なんかトマト系かオイル系を頼んじゃうから、カルボナーラってマーク食べることはあんまないよな。でもよく TikTok とかの料理動画で作ってるの見るのは大好き。ん？あ、そう、ひじりっていうの。珍しい。最近さ、朝とか朝方っていうの？眠れなくて、ひじちゃんでいいの。要は独特だけど、ちゃんの癖強いけど、全然呼んでください。朝方にあえてあの大食いの人とかの動画を見たりとか、なんかそういう食べ物系の動画を見てお腹を空かせるけど食べないっていう謎のプレイしてる一人で。わあ、めっちゃ食べたいみたいな。生ガキとか、なんか生、レバーとか、レバ刺しとか、絶対その時間にウーバーでも食べれないようなものを、海鮮系とかね、見るってのをハマってる。そうすると、あの、お昼とかにさ、もうどうしても食べたいじゃん、もう。食べたいけど食べれないみたいなのが、続くと、マジ、お昼、ご飯とかお昼が活動的になれる。それを食べるために外に出ようみたいな。何もないとさ、やっぱ配信とかだと家にいがちじゃん。応援してる動画結構食べる。うちそんな食べないよ。そんな食べないんだよね、量的にも。あんま食べれないんだけど、でもなんか買っちゃうの、食べれないくせに。なんかめっちゃお腹空いてる時とかでさ、コンビニ行ったりご飯屋さん行くと多めに買っちゃうんだよね、絶対食べれないのに。で、全部食べたいんだけど食べれなくて、また次の日食べるっていう。そう。意気込みだけはめっちゃあるんだけど。うん！赤サタナさん、赤ちゃんありがとう。赤ちゃんって呼ぼう。赤ちゃんありがとう、ハートミー。まどかもありがとうね、また来て。ありがとう。ありがとう。でも私本当に大食い系、自分が食べれないからもあるんだけどさ、そのいっぱい食べてる人の動画見るのめっちゃ好きなんだよね。なんか自分も食べれる気になっちゃう。単純すぎてバカ。影響されやすいよね。自分ももしかしたらいけるんじゃないかっていう気持ちになっちゃうんだよね。
いけないのに。胃袋もってね、どうやってんだろうね。もう大切だろうね、あれ。鍛えたからって食べれるようなもんじゃない。聞こえてて、嬉しい、ありがとう。やばい、半分食べて今お腹がいっぱいになっている。もったいない。でもどうせご飯さ早くに食べちゃったらさ、夜お腹空くもんね。ちょうだいだって。食べに来てよ。住所は。うちのとこの住所は、やばい、どう頑張ってもこれを全部食べれてる未来が見えない。けんちゃんありがとう。マジ大食い配信になってる完全に。全然そういう、そんな企画の、別にそういう趣旨はないんだけど。メモ取りに行くわめちゃめちゃ準備してる。一旦休憩。一旦休憩させま、させます。一旦休憩します。うちにしては食べた。ちょっと一旦ステイしてね。安定しないんだけど、この携帯。あたしんありがとう。マジアウトだった今。すごっ、危機察知能力だが、ここにカレーがあったらうち終わって、うちというかこの携帯終わってたわ。暴れたんか、暴れっぞ。ハーフじゃないです、ジュンジャパだよ。ハーフに見える、よく言われるムカつくよね、よく言われるとか言って。うん、みつハートミありがとう。りょうくんこんばんは。あ、そう、髪の毛黒に染めたの、黒くしてみた。ちょっと口塗りたいからリップ持ってくるから、みんな待っててね、本当いなくならないでお願い。
黒染めじゃない。さすがに色落ちちゃう。ブリーチしてるからね。目が乾燥する。ただいま。うん、あーくん、ハートイン、ありがとう。スイカさんもありがとう。あーくんもありがとう。にぐっちさん、ありがとう。ぐっちさん、よくこのおひげ投げてくれるよね。ありがてー。ありがとう。似合うやつ送って、うちに。当分黒、うん、どうだろう。なんか明るい髪に飽きちゃったから、ちょっとの間は黒にするかな。やば、お腹いっぱいになっちゃった。いけっかな、これ半分。また来ます。だってもう行っちゃうの、赤ちゃん。そうでしょ、危ない。10万貯まったのに必要ぐらいだって。その目標にはいつ届くの。はじめまして、たまちゃん、いらっしゃい。矢野さんフォローありがとう。少しだけあってありがとうございます。見てください。あとライブゴール集めてるんです私。よかったらこのここのところのやつお願いします。うん、嘘でしょ、ちゃん。え、そんなすぐお願いしますって言ってすぐやってくれる人いる。やば、ありがとう、たまちゃん。それもキリンだよ、この中で一番大きいやつだよ。ありがとう、予想外でした。失礼、めっちゃライブゴール目指してるよ。めっちゃ目指してんだけど、嘘でしょ？ありがとう。そんなすぐしてくれる人まあいないけど。ありがとう。大事に育てます。キリンを。マジありがとう。嬉しい。ありがたい。嘘でしょ？たまち
ちゃん、タマちゃん、そんなすぐキリン2体えぐいんですけど、やば、キリン脱線しちゃった、すごい、ありがとう、えぐすぎ。でもなんか同じ分打っちゃってもバグっちゃってるじゃん大バグりしちゃってるじゃん。ありがとう、たまちゃんのおかげでキリンさん埋まったので甘い思い出とクマちゃんのハグを集めてます。お願いします。めっちゃ嬉しい。まさかの、いつから配信始めた、配信自体始めたのは3ヶ月前とかかな、だと思います。配信自体は、あー、たーくんありがとう、ありがとう、スタイルありがとうね、全部ありがとう、赤ちゃんもありがとう、すごい、最速かも、最速かもすぎ、てかみんな枠投げ強すぎ、マービーありがとう、すごい、あと甘い思い出も2個だし、えぐ、なんかみんな協力的、送ったんで抜けますなって一番なんかかっこいい去り方しようとしてるじゃん、まあ、ん、甘い思い出いっぱいある確かに、ゆえのあんな答えはこんなこと、ゆうじさんハートミーありがとう、初ハートミーじゃん、いや、バトルしますよ。バトルする。するけど、あんまり自分から送ることなくて。なんか、バトル申請してもらったら、するって感じかな。でも全然します。一日に、一、二回ぐらいはするかな。りっくん、バラありがとう。なんかめっちゃ、コンタクトがさ、記念の初ハートミーだって、やん、甘い思い出甘い思い出、手握り合って語ったこともあるもんな確かに、久しぶりに始めに来たって、ちょっと何してたのよん、キューチーどうも、やっほー、たまちゃんいいねもありがとう、たまちゃんよく配信見てる人なの、なんか推しの絵文字とかもついてなかったから、リリリさんありがとう、バラ、あー、たーくん甘い思い出甘い思い出リリリさん、バラありがとう、
そう、なんか。タツトくん？タツトくん、バラありがとう。これで、握手会って言ったか。なんかすごいさ、画面が勝手にズームになるんだけど。なんで？鎖骨含めて可愛い。うち鎖骨ありきなん。なんか最近さ、髪の毛めっちゃ抜けんだよね。なんで？どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛い。がなんとかわからなくなるよ。ガラクタだったはずの今日が足りならたからも脳になる。そばにいたいよ、君のためにできることが。やーさん、やーさん、フォローありがとう。大きいって何が？何の話？鹿の子の子のココシタンタン、鹿の子の子のココシタンタン、鹿の子の子のココシタンタン。もう鹿の子の子のココシタンタンの TikTok 耐えてないのかな。何が大きいか分かんないけど、大は小を兼ねるっていうから大きいってことにしとこう。やばい、お腹いっぱいすぎる。勢いよく食べちゃった。後先も考えずに 3K タップしたぜ。ねえ、マジありがとう、たまちゃん。ライブゴールまで投げてくれてさ、タップも 3K してくれるわけ。至れり尽くせりやんけ。いたらレツコセリあ、チュケおかえり、ハートミーありがとう。おはよう。おはよう。この間さ、もともと A だったけど落ちちゃったからさ、ギフギャラがまだね一個も集まってないの。よかったらぜひギフギャラもお願いします。前まで A 体のやつだったけど B 体に下がっちゃった。あー難しいよ。
TikTok って難しいよ。エミー Love Sweetie 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 Yo 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 Ya 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 Yaデレデンデンデレンデンデンデン Let's get on。 あ、そう、秋爪のヨーヨー、そう、そのヨーヨーっていう名前を見てさっきの歌歌っちゃった。かわいい。だってどんぐらいかわいい、応援したくなるぐらい、そこまでは至らない。ランク下がっちゃったの、ランク下がっちゃったんだよね。負け爪ぐらい可愛い。だってなんかあんま嬉しくないかもどう嬉しさに変換していくか分かんないかも。でもありがとう、死ぬほど可愛い。チョースありがとう。チョースね、今さ応援してくれてる人、応援してくれて、応援してくれる人探してるの。俺の仲間にならんか。俺の仲間になんないか。どうだ、検討してみる。あ、ヨーヨーありがとう。ハートハートミーだって、やったぜ。だってやったぜ、ありがたいぜ。検討中だって素直。まあまあ一回入ってみるのもあるじゃない。やっぱ入ってからさ変わるものもあるかもしんないし。チョースー、チョースーチョースありがとう。検討した結果早っ検討するって大体いい結果にならない時に言う言葉って聞いたんだけど。意外といい結果オーライだった。一回入ってみるんだって。チョース好きなタイプ本当？あんたのタイプ、うちってばあんたのタイプってこと。検討する人のもん勝手に使う。めちゃめちゃ可愛いやん。チョス応援してくれる。秋田はね、7月ぐらいに帰ったかな。ルフィだって、ルフィさんフォローありがとう。そんなはずないわよダヴィンチ、もう少しだけべっぴんにコントラストを入れてちょうだい、全世界を懲らしめたい、ライブゴール助けてあげたい。だって、あー、そんな人欲しいライブゴールかギフギャラを助けてくれる方。まあ見てくれるだけで嬉しいんだけどね。見てコメントくれるだけで十分嬉しいんですけど。Look at this. 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 ぷっぷくぷー。なんかこの時間久しぶりにやったかも。最近深夜とかお昼の時間帯が多かったから。久しぶりにやりました。父さん、あれ、はっちゃん、はっちゃんありがとう。はっちゃんありがとう。
チョースなんでそんなもう帰るみたいな感じの言葉を置いてってんの。よく見なくてもかわいい。エクステじゃないよ、エクステじゃないです、全然地毛です。偽の髪みたいそういうこと偽物みたいだよってことを言いたいわけ。あたいのスキピはあなたに決まりだって。あ、エチュさんめっちゃ久しぶりじゃん。エチュさん久しぶり。前髪なし、もうしばらく前髪なしなんだけど、前髪ありだった時は思い出せないぐらい。前髪なし生活を送りすぎて。投稿バズって開いてなかったでしたって。何投稿バズってって。エチュさんの投稿がバズってた。宝箱荒らしてギスト集めるでやんすだって。どうやってバッサリ切るとき緊張。でも髪もしばらく切ってないし、全然切りたい欲もないからあれだけど。私は24歳の年です。まだ23だけど。もうようちゃんもう行っちゃうの。こうちゃん、こうちゃんまん、ゼロゼロの年。あ、そうだよ知らんかった知らんかった。ゆいは忙しいんですよだって。ダメだよ、知らなかったって。いくつに見えてたうちちなみにだけど、エツさんから見えて。同い年って知ってたって。嘘でしょ、嘘でしょ。うちエチュさんじゃないじゃん、もうエチュじゃん。一個しとったとかに見えた。おい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 、ゼロゼロや、うちは。もうエチュさんとか言ってたやん、もうエチュだよ人を年齢、年功序列だと思ってる古い人間。ない年じゃん、知らんかった。でも年の話してなくない、まずうちら。だって初めてエチの年聞いたんだけど。してないよね、すごい今になって。ありがとうハートミンあ、ようちゃんもバラありがとう。はっちゃんもありがとう、バラ。親近感湧いた、エチュ。同い年っていうことにより。恋しか出ない、だって。意外すぎたって。毎日ハートミーは来るぜって。え、ハートミーだけ？ハートミーだけ？たかりババアって呼んで、うちのこと。バラありがとう、バラありがとう、ありがとう。アンチュース、バラありがとう、ありがとう。アンチュース、バラ、バラありがとう、バラありがとう。特に決まってる大たかりチャンネルしちゃってるじゃん、うち今。普段はそんなことないよ。そんなことないよ。ラジオ満足しないと
もっと満足させてほしいんですけど。え？マネージャーさん？マネージャーさん？そう、ポーって。ありがとうございます。チョスバラありがとう。ゆうちゃんもバラありがとう。ゆうちゃんもバラありがとう。え、バラの本数で勝負しようとしてる？あなたたち。あんたら二人。あんたら二人バラ勝負してるでしょ。もういいって。もういいって、バラ合戦。ええって。ありがとう。ありがとう、バラ合戦。めっちゃ嬉しいんだけど。ありがとう。すごーい！二階堂さん！バラ参戦を超えてきたんですけど、バラ30本もらっちゃった。ありがとうございます。嬉しい。うれぴー。コイン枯れた、だって。潤す術を知ってるでしょ？ You。何時までやるの？どうしよう。今何時だっけ？21時ぐらい？授業料ですか？何の？うち講師ってこと？君たちを育ててあげよう。何を学びたい？うちから。あなたたちは。あなたたちはうちから何を学びたいんだ？結構やる、やるね。するとき結構3時間ぐらいするんだけど、まあ言っても1時間してるし、あと1時間ぐらいかな。前間違えた、これ。でちなみになんですけど、ライブゴール集めてるんです、私。本当にこのライブ終わるまでにライブゴールは達成したいなっていう心持ちでいるので、マジよかったらお願いします。本当にお願いします。待って、だって。ん？何？この時間帯だったら見れる。本当？来て。それは可愛すぎる美人だった。やだ。褒め言葉だった。ライブゴールぐらいだった。いける？本当？ゆうちゃんがやってくれるの？ねえねえ、ゆうちゃんがライブゴール達成してくれるってこと？え、花火やってる。どこで？どこかで花火が上がってる。今日はどこで花火？どこでやってんだろう。あー、花火上がってる。あそこいつも花火上がってるよね。神宮なんかな。皆さん、いざ立ち上がれやって。立ち上がってくれよ、みんな。俺のお腹の音だって。え、うち？うち今チョスのお腹の中ってこと？チョスのお腹の中で牛丼食べてたんや。新しい。でん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 。牛丼女子。そう、今日ね、牛丼ね、食べたくてね、牛丼とカレーが食べたくて、すき家で、ウーバーで、こんなでっかい大盛りのね、牛丼とカレー頼んでやったぜ。食べてやったぜ。半分だけ。飲み行ってくるって、ねえ、早い。うちを置いて飲みに行くなんて、
まあいいか。まあいいか。え、そう。大盛り頼んだのに、食べたのは半分。今は東京、そう、東京に住んでるよ。さわさんおはよう。かずさんもこんばんは。東京住みだよ。絶対絶対ありえないで、なんかさ、こっちのコンタクトが、めっちゃずれる。あ、ネコマムさん、あとみやりゅうた。Life is mine さん。つの間に来る。え、最近ね、ここ数日前ぐらいに髪黒くしました。キラー。黒い方がいい？黒い方がいい？モテ顔になったな。モテる顔になった。ほんと？暗い髪の方がいいのかな、やっぱり。やっぱりとかって。暗い髪の方がみんなお好きなの？みんなってばお好きなのかしら。うわ、なんか制限かかったんだけど、これ一回消してもう一回やってもいい？ちょっと一回消してまたもう一回やるね。みんな絶対戻ってきてね。あー、すっきり。あー、めっちゃすっきり。ちょっとこっちの面もやろう。こんなライブ中にコンタクトやって、ドライアイすぎて。やば、失敗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 。What the fuck。 泣いてなんかいませんよ。はあ、すっきり。すっきりじゃん。絶対キャラじゃないで、ドゥ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 。キヒコさんありがとう。全然キュートじゃないじゃん。私このままでいいじゃん。ヨヨチョン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 。
デートしよう。好きな人は。始めたばっかり今ね仕切り直したばっかり。さあ始めましょう。またこっから始めていきましょう。みんなギアを上げて、ゴン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 ギアを上げていくよ。なんてったって残りが1時間ぐらいなんだからね。あ、バトルしまーす。申請来た、お願いします。30秒なので、チョースナイス、チョースナイスナイスナイス。あと残り25ポイント20秒。ありがとう、早い。マスマさんありがとう、ナイス。やばい、残り15秒、半分お願いします。なんとか16 15ポイント。ナイスポンポン、いいよ、ポンポンもナイスポンポン。ナイス、あー、ナイスポン。リリちゃんナイス、リス。すごい、どこかナイス、ありがとう。3倍いきましょう。やばすぎ。二階堂さん嬉しいんですけど、ありがとう。ふみやもありがとう。スピチャル3倍なので、ちょっと3倍中なんとかお願いします。ナイス、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 ありがとう。残り20秒、ちょっと3倍中に取ってきたいな、みんな。ガラを返してください、なんとか。3倍で。二階堂さん、やばい。めっちゃ嬉しいんですけど、やばすぎ。ありがとう。すごい。めっちゃしてくれてる。はじめましてなのに。マネージャーさんなの、本当に。3倍だから強いね。みんなちょっと。落ちちゃうかもしれませんが、最後まで一緒に戦ってください。サワさんありがとう。え、サワさんって初ハートミーだったん？ちょっとやろう。ミルコッチおはよう。ミルコッチおはよう。ミルコッチおはよう。お手上げしないで、チョス。ちょっとそんな弱気にならないでよ。ナイススピチャレ、ありがとう。お願いなんですけど。タイトルゲスターもありがとうございます。ちょこちょこ攻撃もナイスママもバラ。ありがとう、ナイバラ。バラちゃんナイス。ちょっとあと2分間でね。ちょこちょこ攻撃もぜひぜひお願いします。今来てくれたね、初見さんもよかったら、ハートミーとかフォローとかお願いします。グッチも、グッチも、常連さんもハートミーぜひお願いします。残り1分半。ナイス。チアポンポンもありがとうね。バラ、バラちゃんナイス、バラちゃん。ゆうちゃんもバラありがとう。ゆうちゃんリスナイス。いけるし、ワンさんいける。リスハマってるんだけど。ハートとグッチさんならいける。フラトちゃん、ポンポンナイスポンポン。ありがとう。ポン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 、頑張るぞ。助けてください。やばいちゃん、ナイスポン。いける。リフゲラありがとう、ハーサー。みんなありがとう。ハーサーありがとう。スペシャルの条件からも一緒に行ってくれてありがとう。そんなんいいね、そんなんいいね、全然。最後まで気抜かずに勝つぞ。やっぱ、天才から。今日こそ。そんなんもう。まあまあ、ナイスポン。うまいこと言ってられてな。ね、本当にありがとうね。残り1分切りました。誰か救世主求めてます。残り40秒で救世主を求めてます。本当に誰か助けてください。本当に誰か助けて、お願いだよ。お願いだよ。誰か一緒に戦って。黒さんナイスハートね。ありがとう。あ、黒さんおかえり。救世主は誰だって。上手。ナイスポーズ、ナイスポーズ。どうしゅう。あ、マーさん、ありがとう。ポン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 。ありがとう。あと10秒。なんだかんだ久しぶりに会えばさ、こんなバトルしてるけど、応援してる。そういう、そういうポンポンってこと？おーい。あ、クロちゃん、ハートミーありがとう、最後に。いいの？戦後、あ、グッチ。グッチ、最後にありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お互い、はい、ミュートでお願いします。ちょっとボロ負けだったんですけど二階堂さんありがとうございました。今日初めてなのにめっちゃ嬉しい。グッチさんも最後ありがとう。ミシカベア、フミヤもありがとう。マサもありがとう。マンマさんもクロちゃんもみんなありがとうございました。マヒョウちゃん、十人以上貢献ありがとうございました。ナイス。ちょっとライフイズマインさんおるやん。
ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、リスナーの皆様ありがとうございます。はい、るんちゃんとるんちゃんの枠の皆さんもありがとうございました。またぜひまたお願いします。はい、失礼します。ありがとうございます。ちょっとみんなボロ負けだったよ。みんなすごい恥ずかしいね。ちょっとみんなボロ負けだったから、恥ずかしい。頑張れなかった。くそ。いきなりこれはびっくりした。え、そう、やばくない？完全に3倍で持ってかれたわ。でもルンちゃんとめっちゃ久しぶりにやったわバトル。クヤピーマン、クヤピーマン、まあ仕切り直して仕切り直しまして、てかマウスありがとう。ギフギャラもライブゴールも集めてるので、ちょっとこのどっちかは達成したい心持ちであります。爆投げになっちゃうけど、ぜひお願いします。お仕事中のマーサ、今からお仕事あんだ、大変だ。ほな大変やん。いや最近はね、なんかお昼にやったりとか深夜にやったりとかしてた。配信時間がバラバラだったんだよね。口だって、だって応援ならできるよ隣で。なかなかわお、ちょっと間に合わなかった。グッチさん、グッチさんに全頼りしてたわ完全に。でもありがとう、ミシカベアさん。ありがとう。え、ライブゴール 50% なったんだけど。やったー、いやーいやー、ヒゲが生えちゃった。ヒゲが生えちゃったOh my gosh. Ow! I love you. I love you too. ライブゴールってランダムなの？あ、なんかランダムになってる。うちはなんか特に設定してない。設定するときもあるけど、なんかギフギャラ集めたいときとかはギフギャラのやつにしたりするときあるけど。それで応援はちょっとありやな。ありなんかい。却下されると思ってたんだけど。トゥン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 トゥこの18分の9ってなってるとこのここの3つのアイテムを集めてます。絶対集中できない、だって。あ、うちが隣で応援してたら。そんなこと言うなよ、そんなこと言いなさんなって、そんなこと言うなよ、そんなこと言いなさんなって。ありがとう、みんな優秀。
そうだよ、センス関係で。だから TikTok ライブ頑張んないと、わかんない。明日になったら渋谷の高架線の下でライブして、明日、来月になったら渋谷の高架線の下でライブしてるかもしんないじゃん、うち。みんな、前までは、牛丼食べながら配信してたけど、今月厳しくて。夏場は暑くてってやってるかもしれないからちょっと頑張んないといけないのよ。そうだよ、同情誘うかもしれない、かわいそうって過去のうち知ってる人はえー、みたいな、そんなことあるってなるかもしれないじゃんね。ちょっと頑張んないと、本当にこんな笑ってビール笑ってお酒飲みながら配信してる場合じゃないのよ。母ちゃん頑張んないと。母ちゃん頑張んないとか言って全然あの独り身なんですけどね、相手もいなければ子供もいないんであれだけど、シュタンテくん、そうね、お仕事ね、本当にみんな偉いよ。だってご飯食べてなくてさ、生きて息してるだけで金、お金かかんだもん。みんな偉すぎる。それプラス労働なんかして、偉いにも程があるよね。エイト君フォローありがとう。あ、ワクチンやっほー、カズくんいらっしゃい。秘密で今度この世界は天使の羽かわいい。なに天使の羽って、うち羽生えてる。かわいい、ネイトくんありがとう。イベント決めた。え、その日予定あって行けないんだよね。近かったからさ、行きたいんだけど。腕に生えてなかった。腕？あ、これ？これですか？これか。うちで、うちの後ろに羽が生えてんのかと思った。なんかみんなに羽見えてくれてんのかな、可愛いって言ってくれるから。うちの背中には羽が生えてんのかと思った。これね、これタトゥーの話ね。なんだ、可愛くて羽が生えてんのかと思ったよ。これ可愛いでしょ、さすがに生えてる。だって見える、みんな。いい行いしてると生えるんだよ。あ、これでしょ？ね、そうそう、これキスマに見えるじゃん、みんな。キスマじゃないの、これ。絶対キスマって言われるだろうなと思ったからさ、コンシーラーで隠したんだけど、あの、アイロンで、あの、やけどしたの、ここ。私さ、あの、いつも、準備するときっていうの、お風呂から上がって、そのメイクする前に、私朝お風呂に入るタイプなのね。だから朝お風呂に入ってこうバーってやって、でいつもあの下のパンツは履くんだけど、それ以外は履かないでメイクも髪も全部準備するのね。え、ほんと私めっちゃ裸族なの、お家の中で。こんなこと恥ずかしくて言えないっていうか言っちゃってるんだけど、あのめちゃめちゃ裸族で、だからこの準備するとき、本当に最後の服着る、服着たら出れるみたいな瞬間まで、本当ずっと裸族なのね。だから普通にアイロンしてたんだけど、あの、薪のさ、アイロンってさ、あの、熱熱くなるとこがめっちゃむき出しなのね。そう。で、よく火傷するんだけど、こことかもさ、ここら辺とかこう巻いてくるくるしてたらさ、こうピーとか当たって火傷するんだけど、今日、
今日ここのね巻きのね、あここら辺巻き足りないなとかってこうやったらジュッてあっちってなって、ここ見て赤くなっちゃったって言って、まあでも絶対キスマって言われるんだろうなと思ったから、そう言われたら言おうと思ったの。なんかわざとらしいじゃん、言われてもないね、あこれキスマじゃないよとか言ったらこれかなと思ったけど、キスマじゃないんだ、ただ普通にアイロン。うちよくあのやけどすんだよね、顔とか顔とか首とか、困っちゃうよ。ほんで意外とやけどって消えないんだよね、治るまで。蝶々？ああここ？あそう、ここにも入れてる。ちょこちょこ生えてる。みんななんかいろんなとこ見すぎ。恥ずかしい。すごい。なんか脇とかなんか。うちが思ってもないとこみんな見てて恥ずかしいんだけど、男の子の男の子男の子やな、みんなハーフじゃないよ。純ジャパです。やばい、携帯の充電があと 10% しかない。でもあと10分で終わりますね。待ってみんな、やばい、あと10分でさ、このクマちゃん、あと 8匹のクマちゃん集めなきゃいけないのね。え8匹わけは見ちゃう。そうなんだ。よかった。わけ綺麗で。うち、わけめっちゃ綺麗なんだよね。え、マジで。わけめっちゃ綺麗だから。わけって見ちゃうもんなんだ。男の人、女性からしたらさ、男性のわけをさ、わけって見ることないからさ。それは全くないから。あれだけど、やっぱ男性は見ちゃうんだね、脇ね。なるほどね。うん。のりにきさん、バラありがとう。あ、またバラありがとう。毛生えたら嫌じゃん。確かに目と鼻と口見て全部やん、ほぼ。わあ嬉しい、ハートミーありがとう。あー700人いった、嬉しい。今日中に700いくかなと思ったら700いったんですけど、嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ニキさんもブレスレットありがとう。さらくんこんばんは。やったー、シュックン700人。鎖骨見ちゃう、もう全部見るやん。エイトの視界に入るもの全部見え、気になっちゃってるじゃん、そんな。え、何見ちゃうだろう、相手の。あ、でも歯並びとか。うちもまあ、決して歯並びがいい方ではないんだけど、相手の歯並び見ちゃうかな。顔で一番見るの。でも男女ともに見ちゃうかも、歯並び。え、ほんと自分が 100% 完璧なはずじゃないんだけど、それは重々承知の上で。あとはあんま見ることないな。
ネイルは地爪じゃないです、スカルプ。なんでいう時に横顔好きだった。ありがとう。お酒強いんですか。うん、まあでもこの缶一個一杯ぐらいじゃ酔わないな。うん、3本ぐらい飲んだら酔うかな。このハイボールのロング缶だったら3本ぐらいで酔っ払うかなって感じかな。ねえ、ほんと何回もさ言うんだけどさ、何時か分かる？何時か分かる？21時ぐらいまで配信しようかなと思ったんだけど、43分か。21時まで配信したいんだけどさ、充電がないから充電をしたいんですけど、この配信してるところがあんまりに汚すぎるので、ちょっと綺麗に綺麗にしつつ配信のこれを持ちながらちょっと綺麗にしていくので、ちょっとみんなお付き合いください。ちょっとうちの顔面が映っても許してね。画面揺れとか、あれめっちゃすごい、超キスマみたいじゃん今見たら。やだ、なんかこれさ、みんななんか定期で流してほしいんだけど、これキスマじゃありません、アイロンのやけどですって。さすがにこれやばいね、なんかすごい痛い女みたいに見えるわ。消さないと。さすがに激イタ女ですね、これはね。やばい、カレー。え、マジさ、ライブ配信してる側も見てる側も結構充電切れない？結構な割合です、充電が減りやすい。みんなごめんね、めっちゃ移動しまくってる。よいしょ。よいしょ。めっちゃ超絶いろんな部屋移動しまくってるけど、よし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 。なんかちょっと電気暗くしよう。あ、目が乾燥する。よし、はあ、なってきた。え、めっちゃ充電器、超充電器短いんですけど。おいおいおい、充電器やばいぐらい短い。ちょっとアップだけど許して。
で豪邸に住んでないうちのあの手際の悪さ、超絶手際が良くないものの片付け方をしてたから、すごい歩数歩いてるように。思うだけで、50メートルあるかあるわけないだろ、生活しづらいだろ逆に。なんかさ最近さ、よりドライアイなのかわかんないけど、めっちゃ乾燥する。みんな21時になったら教えてください。てかこのライブゴールをどうしても集めたいの。やっとあとくまちゃんがあと12分だ、あと12分でくまちゃん8個集めたいんです。あ、旦那だ。旦那っち、何してたの？あー、たーくん、ありがとう。てかさ、これさ、ちょっと外が見えちゃう。ちょっと、場所、寝室に移動しよう。ちょっと待って、あと10分だけ外に。キリンをしても投げれないよ、だって。追加でキリンくれるの？嬉しいなぁ追加でキリンくれるの嬉しいなぁ。ちなみにだけどギフゲラも集めてるからねでも今ギフゲラはね、ヒゲとバラしか点灯できてないから、なんかジェットとか流星群とかレオンとかいっぱいあるからちょっと大変なんだよね。たーくん、バラありがとう。あ、大輝どうも。自称彼氏？ライフイズマインさんがうちの自称彼氏でいてくれてんの？じゃあ自称彼氏頑張って。ありがとう、たーくん。タイトルギフターになってくれた。ウィーだって。頑張ってくれんの？
握手してくまちゃん。うーん。ありがとうありがとう。ありがとうありがとう。すごい嘘でしょ。えぐいんだけど。キリンしてくれようとしてたの？え、マジありがとう。嬉しい。久しぶりにライブゴール達成したんだけど。超嬉しい。ありがとう。やばー。えぐー。そんなにキリン埋めたかったん？逆に逆にだけど、えぐ、全然なんかあのギフギャラのクジラとかあるけど、クジラとかあの子猫とかも余ってる。動物系で来たいならね。自称から本から、え、全然本からなってくれんの？全然あるよ。欲しがり出た。動物で攻めようとして、あ、エイトありがとう。本からに甘えようと思って欲しがりしちゃった。え、ほん、コンタクトが当たらないのかな。マジコンタクト外れそう。痛い。さすがにかっこよすぎた。ウィーって言って、ウィーって言った後にクマちゃん全部投げてくれるのはやばすぎ。えぐい。名前はひじりって言うんですけど、大体みんなにはひじちゃんとか呼ばれてるから、じちゃんって呼んでくれたら嬉しいです。ひじりじゃない、ひじり、ひじり。ひじり珍しい。いや珍しいよね。え、ほんと自分の名前めっちゃ大好きだもん。え、本当によくね、親に言う。え、本当ひじりって名前つけてくれてありがとうっていう。なんかどんな名前よりもひじりっていう名前で、自分の名前が一番好き。なんか自分の中で一番好きなところどこですかって言われたら名前っていう。ひじりっていう名前が好き。わ、ちょっとコラボします。申請来たからね。朝来なかったんだよね。そう、今日3倍多いな。嬉しい。10ポイント。10。みんなよかったら10ポイントお願いします。10個のバナナが必要。10秒の間。見事、タラを返して。ゆずさんナイス。ゆずさんナイス。ありがとう。エイトナイス。残り9ポイント。ミツナイス。もう少しで始まります。あと7。もう少しで始まります。持ち芸人、パチパチパチ。これ買いますか？これ褒めるとこなのかな。ゼロ三さん、ありがとう。頑張って。嬉しい。ハートミーもね、嬉しいです。ね、よろしくお願いします。ああ、とやばかった。やばいよ、みんな。これ取れなかったら結構やばいから。ある。ありがとう。バナナみんなこれやばいから。ありがとう。持ち芸が。みんな3倍やばいから。ありがとう。この間に取り返さないとやばいよ。コンタクトが取れそう。ありがとう。なめこめさん、ありがとう。やばそう。激は人間だよ。この間に引き続き。ありがとう。ありがとうございます。ゆずさん、ナイス。楽しい。みんなで行きましょう。みんなで行きましょう。ありがとうございます。まだけんさん。てろんさん、ありがとう。たかさん、ありがとう。ああ、ニッキー、ありがとう。優しい。ありがとう。ナイス、ナイス。さかなさん、ありがとう。ハートミー嬉しい。みんな、負けちゃうよ。みんな強いです。ナイス。ケイさん、ありがとう。ありがとうね、ありがとう。ニキ、ニキバラ、ありがとう。ありがとう、かなとさん。ハートミー嬉しい。残り2分切っちゃったから、初めての方もよかったら、ぜひ、ありがとう。ケイさんもタップからお願いします。ケイロルさん、
ナイス。ありがとう。めっちゃありがとう。強い。よしえさん。強い強い。よしえちゃんありがとう。ね、本当にみんな貴重なギフトありがとう。いいアイスも。みんなでいけて最高です。ありがとう。もしかしてずっと見てくれてたよな。だってここのさ、カップをお願い。にずっといたから。はじめましてからずっと見てくれてるんだ。ありがとう、嬉しい。みんなの名前が見れるから。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。みんなまたまた2回連続負けちゃうんだけど、助けてほしいんだけど。みんなありがとう。みんなありがとうね。すごいな、いっぱい。ありがとう。ああ、ヨシエちゃんありがとう。あ、ケイさんありがとう。ハートミーも嬉しいです。あ、ありがとうございます。昨日の記録超えようとしてる、ハートミー。やっぱ声かけが。ナツナさんもタッパーいいだった。ぜひぜひ、応援よろしくお願いします。1分切っちゃったので。みんなでお願いします。もし誰か喜ばれるとお願いします。犬さんねえ。ねえ。そうかな、みんな。ね、ケイさんナイス。ありがとう。ありがとうございます。チアボンボン嬉しい。そうですかね。そうだな、そうだな。そうだね。マチメさん、ずっとタップありがとう。いつもありがとうね。ありがとう。頑張って、頑張って。頑張ってください。無理せず。お願いします次の。マチメさん。って感じでも大丈夫です。最後まで、最後までやって。二人ともありがとうございます。ありがとう。ナイス、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。ミュートでいいですか？ミュートで大丈夫です。失礼いたします。失礼します。みんな負けちゃいました。負けちゃった。ニキありがとう。ヨシエチもありがとうございました。ミツエイトもありがとう。みんなもありがとうございました。ありがとう。マルケンさんありがとうね。マルケンさんありがとう。グローブゲットナイス。やばい、みんな持ってる。3位、ヒロちゃん、ハンマーです。ありがとう。だんだん遅い。やばい、ヒロちゃん3位持ってたよ。え、みんなすごい。ユサさんありがとう。ユサさんありがとう。マリコさんありがとう。タカさんありがとう。クリマリさんありがとう。ケイさんありがとう。コナトさんありがとう。みんなみんなタップありがとうございました。やつ当たり。やつ当たり。ありがとうございます。ヤマニンさんとヤマニンさん、はい、あのリスナーさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。マルちゃんさんとマルちゃんさんのリスナーの皆さんもありがとうございました。ブランしてもいいですか？もちろんです。ありがとうございます。失礼します。こちらもさせていただきます。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。またお願いします。はい、失礼します。ありがとうございます。はい。負けちゃった。負けちゃいました。終わりだ。終わりました。悲しい。今日バトルボロ負け先生なんですけど、つらい。あ、どうもどうもねえ、今日バトル負けまくってさ、悲しい。久しぶり。ねえ、バトル負けまくってて萎えてるんだけど、慰めてほしい。ねえ。辛い。本当にびっくりするぐらい負けまくってんですけど、劇団お姉さんなんだけど。大劇団なんですけど、どういうこと？マジで一体全体。で、コンタクトがめっちゃ取れそう。一体全体。ねえ、とも慰めてよ。あ、ニキありがとう。さっきのバトルで頑張ってくれた。ニキありがとう。だからキャバクラって。もう、トモ、いつもやん。いつもやん。悲しい。嘘だよ、大丈夫だよ。また一緒に。まあ、なんか、でもバトルね。申請してくれる人がいるときにうちもバトルするので、またぜひ次のバトルのときに一緒に戦ってください。とも、うちを元気づけて、お店に行くまでに。言うてうちもあとちょっとだけど、あありがとうありがとう、ミシカメア。
いちくまもうつくだって早あっという間。でも言うてうちも21時頃に終わろうかなと思ってたから、今何時ぐらいだろう。あーやばい、目ん玉がいかれそう。かわちぃだて、ありがとう。お疲れ様。こちらこそありがとう。お疲れ様。楽しんでね今日も。あーともくんありがとう。バトル参戦できてね、バトルまた負けましたねえ。二階堂さん、バトル負けたの残念。みつくんもありがとう、また来てね。でもうちもそろそろ終わろうかなと思って。点差めっちゃ離れてたよ、超離れてた。てか3倍だったの今回も、スピチャレが。そう、スピチャレが3倍だったから、で3倍取れなくて、3倍取れなくて負けちゃった。まだやってた。そう、でも終わる、もう終わりたいと思います。ということで明日は多分日中かな、ちょっと配信できたら配信しようかなと思うので、よかったらぜひまた来てください。今日は長々2時間ちょっとかな配信したけど、初めましての方ともたくさん会えてめっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。それではそれでは、よかったら初めましての方いたらフォローしてくださるとありがたいです。じゃあまた明日ね。バイバーイ。みんなおやすみ。いい夢見ろよ。バイバーイ。